この世界には時折異世界人がやってくる。迷い人と呼ばれる彼らが持つのは、時として世界の姿をねじ曲げてしまうほどに大きく特別な力、純粋概念。その力が世界に影響を及ぼす前に処理するのが私の務めだ。私は清く正しく強い神官、そして迷い人を根絶する処刑人よ。モモの情報によれば、標的がいるのはあの建物。やはり厳重ね。片付けるという手もあるけど、できれば騒ぎにしたくない。この服にも随分助けられているわね。経典も隠せるし、さすがだわ、モモ。こんなこともあろうかと、先輩への愛をたっぷり込めて作っておいたんです。ま、少し凝りすぎだとは思うけどね。一よしと。彼女がもう一人の迷い人。今夜私が処刑すべき相手だ。あなた、異世界から来た女の子。え、あ、はい。そう、よかったわ。どこの学校の何年何組？え、西堀学園高校1年3組、時藤あかりです。この辺とこの子が標的で間違いない。あかりね、私は目の第一身分ファウストの人間よ。ファウスト。見られるといけないわ、中へ。え、ここから逃げましょう、あかり。ええ、あのね、あかり、あなたのことはもう一人の子に聞いたの。もう一人の子？あなたと同時に日本から召喚された男の子がいたのよ。その子はノブレス。あなたたちを召喚した連中の企みを知って逃げ出したの。私の教会に逃げ込んできたけど、大怪我をしてて助けられなかった。それでも最後にあなたのことを教えてくれたのよ。だからあなただけでも助けるわ。我ながら穴だらけの話だけど、ここは畳みかけるしかない。あなた、何か能力があるって言われたでしょ。うん、人の怪我が治せる能力みたい。ノブレスはそれを利用しようとしているのよ。人を癒す力でもろくでもないことに使うに決まってる。だから逃げなきゃいけないの、今すぐに。私はあなたの味方よ、あかり。うん、分かった、信じるよ。あなた、何か能力があるって言われたでしょ。うん、人の怪我が治せる能力みたい。彼女の能力にはどうやら攻撃性がない。ならば警戒していない今のうちに。あれ、メノちゃん。転んじゃった。あ、メノちゃん。
しいよ。うん、ごめんね、違う、傷だけじゃなく、ね、血痕も消えた。何なのこの能力は。まさか時の純粋概念。ねのおちゃん、モモ、はい、迷い人を連れて逃げるわ。え、どういうことです？先輩、その場で殺さなかったんですか？詳しい話は後よ。東側の見張りをかく乱して。了解です。なんか嫌な感じです。はいはい、おバカなノブレスの皆さん、不審者ですよ。侵入者だ、捕らえろ。走るわよ、あかり。どうするの、メノーちゃん。あ、死なない純粋概念の持ち主？はい、今の手持ちでは殺すことは不可能です。治癒ではなく時間回帰だというのは確かなのね？間違いありません。彼女の魂に不正定着した純粋概念は時だと思われます。それは問題ね。純粋概念はどれも脅威となる可能性をはらんでいるけど、時となると？はい、今は回帰による再生だけかもしれませんが、成長すればどんな方向に発展するか。純粋概念は使うほどにその持ち主の精神を侵食し、やがては食らい尽くして暴走する。彼女の純粋概念が成長し万一暴走したら、西方大陸を海に溶かした潮の剣、南端諸島を食い尽くしたパンデモニウム、東部未開拓領域を支配するカラクリオ、北大陸中央部をくり抜いて浮かべる青海、四大ヒューマンエラーさえしのぐ甚大な被害になりうるわね。どうすれば？大丈夫よ、その異世界人を連れてこちらにいらっしゃい。え、ガルムにですか？あるのよ、いかなる異世界人も討滅できる儀式場がね。処刑人の手に余るような案件でしか使わないけど。不勉強にも全く知りませんでした。あなたのマスターフレアは一度も私を頼ってきたことがないから、あなたにも教え損ねたのでしょう。異世界人を連れてきてちょうだい。儀式場の準備に3日ほどかかるから、それまでにね。承知しました。深き英知と恩情に感謝いたします、大司教。私なんてまだまだだわ。ガルムでは最近若い娘さんが行方不明になる事件が続いていてね、嫌になるの。手の届く範囲の人も救えないなんて。愚痴になっちゃったわね、ごめんなさい。ガルムに来たらゆっくり話しましょう、メノーさん。あかり、起きなさい。ほぶき、ありがとう、メノーちゃん。いただきます。あ、ここお箸使うんだ。あかり、食べながら聞いて。ノブレスはきっとあなたを追ってくるはずよ。この教会も安全とは言えないわ。確かに崩れかけって感じだもんね、この教会。さっきも言ったけど、あなたたち迷い人には純粋概念という特別な力があってね、連中はそれを狙っているのよ。え、このだし巻きみたいなの美味しい。おかわりない？おかわりはないわ。いい、あかり、あなたたち迷い人は肉体だけでも魔導の素材になる、最悪死体でも欲しいって輩もいるのよ。え、そうなの？怖でしょ。そんなわけでここを出ようと思うの。私たちの教会の大聖堂があることガルムへ向かうわ。お、旅だね。メノーちゃんと私のめくるめく逃避行が始まるんだ。長い旅の間に二人の間に芽生えるものとは。何か妙な期待をしてるみたいだけど、列車で半日と少しの距離よ。ロマンない。そこに文句を言われても。とにかくそのガルムにはね、なんと異世界人を元の世界に返せる儀式場があるのよ。え、じゃあ私日本に？そういうこと。ガルムの大司教に話を通しておいたから、すぐに帰ることができるわ。そうなんだ。そう。でも
どうしたの？なんだろう、よくわからないんだけど、急にすごく寂しいなって。メノーちゃんと会った時にね、もちろんびっくりしたけど、私それ以上にすごくすごく嬉しかったんだ。え？自分でもよくわかんないんだけど、なぜか感じたの。ずっと前から止まってた時間が動き出したみたいな。待ち望んできた瞬間がやっと来たんだって。あれ？どうしたんだろう？私、変なやつだと思われちゃうね。でもメノーちゃん、私この世界に来れてよかった。メノーちゃんに会えて本当によかった。これはあれだよ。きっと運命ってやつだと思うんだよね。そんな風に言われると悪い気はしないわね。儀式の準備には数日かかるそうだから、もうしばらくは一緒にいられるわ。仲良くしましょう、あかり。うん、よろしくね、メノーちゃん。報告ですが、グリザリカオへの異端審問会が正式に開かれることになりました。午後にも始まるそうです。そう、これでノブレスの連中も動きづらくなるわね。好都合だわ。あと、モモが先輩のために用意したご飯をあのおっぱい女がバクバク食べてすっごくムカつきました。誰もそんなことは聞いてないけど。あんな女サクッとやっちゃいましょうよ。確かに直接的な攻撃は意味がなさそうですけど、蓄積系の毒。却下。精神を破壊する可能性があるもの、純粋概念の持ち主に対してそういう攻撃はタブーよ。ただでさえ不安定な純粋概念が暴走する可能性が高くなる。分かってますけど。怪奇による蘇生を繰り返すだけでも純粋概念は成長して危険が増すわ。だから角度の高い方法以外で殺害を試すのはなし。いいわね。はい。それで頼んだものは？まず着替えなんかはこちらに。うん。そして列車のチケットです。ありが…モモ、あなたはここに残って異端審問会に合流する手はずだったわよね。死んでも嫌です。万一のことを考えればあなたの存在はあかりに知られない方がいいわ。わかるでしょ。あの女と先輩を二人きりにさせるくらいなら、モモはグリザリカ王を殺して異端審問会を強制終了させて先輩を追いかけます。あのね、モモ、あの女は危険です。決して先輩と二人きりにしてはならないと、モモの勘が警鐘を鳴らしているんです。私だってあの子の危険性くらい分かって。全然分かってません。先輩って標的と継続的に接すること今までなかったじゃないですか。確かにそうだけど、そういうの先輩に向いてないと思うんです。だから役目を交換してください。今からでもあいつはモモに任せて。ダメ。なんでですか？なんでって、禁忌に手を染めたわけでも罪を犯したわけでもない。ただのいい人を殺すのは、それは私の役目だからよ。じゃあこうします。モモはあのおっぱい女に気づかれないように陰ながらついていきます。モモ、絶対に一緒に行きます。わかったわよ。くれぐれも鉢合わせしないようにね。まったく心配のしすぎよ、モモ。あかりと一緒にいるのはほんの数日だし、ボロを出したりしないわ。ボロを出すとかそういうことじゃないです。あ、メノーちゃん、おかえり。メノーちゃん、あ、お待たせ、あかり。あなたの着替えを用立ててきたわ。往生でいろいろあってね、今なら監視が手薄みたいなの。着替え次第出発するわよ。うん。おお、おお、おお。駅って言うから日本みたいの想像してたけど、
なんか思ってたよりいい感じ。観光感ある。ご満足いただけたようで何よりだわ。綺麗。何これ。動力光の粒子よ。この世界の列車は動力で動くの。動力？そう、導く力と書いて動力。この世界の文明の礎よ。人の魂からも生成されるけど、地脈や天脈といったより大規模な供給源も存在しているわ。そして魔導の源でもある。魔導？それって魔法みたいなものなの？少し違うかしら。魔導は技術よ。動力を操作して構成するためのね。誰にでも使えるってこと？原則的には。だけど専門の道具と訓練、そして何より素質が必要よ。数で言えば使えない人の方が多いわ。あかりは道具も訓練もなしで魔導を使える特別な天才ってとこね。天才？すごい、私天才？調子に乗らないの。いいいい、あかり、魔導をおいそれと使わないようにね。特に今は追われてるんだから目立つことはしちゃダメよ。はーい、わかりました、メノー先生。途中で食べるもの買っておくわね。豪華な駅弁とかよろしく。そんなお金はありません。ちぇ。ママママあ、迷子さんかな。大丈夫？うん。えらい、泣かない、強いね。あー、すりむいちゃったね。どれどれ。こちらお釣りになります。ありがとう。王女の騎士、明かりを探しに。いや、多分違う。何か探しているようだけど切迫感はないわ。目立たずにやり過ごしてしまえば。痛いの痛いの。あかり、今その魔導を使ったら奴らの注意を引いてしまう。誰だこんなところで。いやゼロ。綺麗。テイラーで。メノーちゃん、なんでチョップ？目立つことはするなって言ったでしょうが。この泡の方が目立ってるから大丈夫だよ。私がわざとこれを出したんです。え、これメノーちゃん？ダメだよ、目立つ魔導使っちゃう。やかましい。ねえ、これお姉ちゃんが出したの。すごい。別にそんなすごいものじゃないのよ。この効果の紋章を使った割と基本の魔導だし。ああ、でもある程度は私の意志でこの泡を動かせるから、そこはちょっとすごいかな。あ、すごい。そう。すみません、ご迷惑を。あ、いえ全然問題ないです。さあ乗りましょう。じゃあね。うん、バイバイ。またね。あの親子もガルムに行くみたいね。うん、私たちも乗りましょ。何よ。うん、得意げなメノちゃん、ちょっと可愛かったなーって。別に得意げになんて。照れなくていいって。あんまりしつこいと怒るわよ。ひゃー、ごめんなさい。あのおっぱい女、早速先輩と馴れ馴れしくしやがって。あれって、アーシナ姫殿下。お前たちなぜここにいる？もちろん姫殿下を探しに来たのです。陛下が異端審問会で大変な、こんな時に城を出られるとは。父上は父上、私は私だ。しかしこうも早くバレるとはな。いやいや、あのいでたちでバレないと思える神経、さすがお姫様は違うわ。さあ帰りましょう。時にこの泡どう思う？え、ただのいたずらでは。害のない魔導です。いたずらか。どちらへ？ガルムに向かう。そのために来た。ならば我々もご一緒します。
き。今から旅に出る感じ、ワクワクするね、メノちゃん。ええ、そうね。旅を楽しむといいわ、あかり。だってこの旅の終わりに待っているのはあなたの命の終わりなのだから。次回、禁忌の赤。